こんにちは、速稼塾の久保です。私の住んでる隣に山口県というところがあるんですけども、そこのね、Facebook のお友達で、田村さんって方がいるんですよ。この田村さんって方はね、私とちょっとねこう似てるところがあるのか、結構教員の方の性犯罪を記事にどんどん上げてくださるんですよね。で、私ね本当に思うんですけども、学校の先生ちょっと性犯罪多すぎませんかってことなんですよ。これね、そういうこと言うと、いや学校の教員に限らず性犯罪は別に教員じゃないところでも起きてますよって反論あると思いますけども、そうだからといってね、学校という環境で先生が生徒に性犯罪をやってることをね、なんかそれはしょうがないよねってことにはならないんですよ。というのが、他の環境では子供を生かせないってことができるんですけども、学校っていうのは基本的に子供を生かせないと仕方がないんですよね。そういう制度になってるわけですから、そういう仕組みになってるわけですから、だから先生からするとね、自分の性犯罪の相手が、要するに獲物がね、毎日自動的にいっぱい投稿してくれるんで美味しい世界だと思うんですけども、そういうことをやっぱ差し引いて、自分はより高い基準を求められているんだっていうふうに考えないと、他の職場でも性犯罪起きてるでしょみたいな、そういうレベルで物を語ったらね、これ終わっちゃうわけですよ。で、学校ってただでさえ必要がねなくなってきてるわけですよね。学校に行かなくたって勉強はできるわけだし、学校に行かなくても人間関係できるし、学校の存在意義ってもうすでにね、あと先生の人格しかないわけですよ。で、その先生というものが人格を失ったら一体どこに行くんでしょうかってことなんですよね。で、現在性犯罪が起きているその一番の原因は、一つは学校、もう一つは、家庭、そして職場なんですよね。で、家庭の問題っていうのもちょっとね、これはほっとけない問題なんですけども、今回は他人のお子さんを預かる学校という職場においてね、先生が生徒を獲物にしているってところとか、あと先生がね、先生同士でかばい合うとかね、それこそ性犯罪を犯したそういうふうな先生を学校ぐるみでもう内々にしようとかね、黙っていいよとかね、教育委員会も黙っていいよみたいなことでもう散々パラやってるわけですよ、これを。で、名前も報道しないとかね、だいたい教員免許取り上げろって話なんですよ。性犯罪者じゃないですか。で、そういうところに行かせざるを得ないといけないね、生徒の気持ちとか、それから保護者のね悔しさですよ。自分の手塩にかけて大切に育てた、ね、娘さんとかね、中には男の子が中学に行った、高校に行った、小学校だっていう時に、まさか学校でそんな目に遭ってるとはね、先生ってのはもっと気高い、こう教育ってのも提供しなければならない。それこそ高校算数理科社が教えてれば終わりっていうことではないと思いますよ。もちろん、職位としては勉強を教えてればいいってことになりますけども、もう一つはね、一番身近に出会う大人っていう環境なんですよ。で、まだ力も判断力も世界観もないお子さんがね、先生によって人生をもう丸つぶしにされるわけですよ。で、家族と笑える時なんてなくなるわけですよ。で、先生はねもう忘れますよ。次の年になったらもう新しい気持ち切り替えていかないととかね、いや長い教員生活にこんな失敗もあるよって済むと思うんですよ。でも台無しですよ、人の人生。だからね、私ね、学校の先生がね、とにかく気に入らないのは、そうなんですよ。先生にもいい人はいるんですよ。でもそのいい人っていうのが黙ってることなんですよ。だからどんどん内部告発して、学校自体を浄化していかないと、その業界の中にいる人が。だから自分は犯罪に関わってない。自分は性犯罪をしてない。自分の学校で起きてないから黙っているでいいのかなと思うんですよ。よその学校で起きた問題も、自分のこととして、やっぱ教員仲間、同じ公務員仲間ですからね。戦ってほしいなと思いますね、それはね。で、毎日ですよ。毎日このね、ヤフーニュースだけでも、先生による生徒への犯罪ってのが、性犯罪がね、性犯罪ですよ。なんかもう本当に毎日起きてますよ、これ。散々。で、表面化してないものとか、あと、被害を訴えても取り合ってくれない学校とかあるわけですからね。もうむちゃくちゃですよ。私はもう自分の子供とかを学校に行かせるつもりはないですね。もう他人に預けるなんてのは相当信頼しないとできないですし、しかもそこに金を払ってるわけですよ。直接的にも間接的にもね。だからね、私ね、もう本当に10人が10人、教員はダメだっていうふうなことまでは言わないですけども、ただ思ってますよね、これは。それはね、自分事として捉えてない人がいるってことなんですよ。もう後を絶たないわけですよ、このニュースが。だから、現職で、教員をされている方がこういったニュースを見るたんびにもう怒りのコメントを書いても良くないですかってことなんですよ。 YouTube 出したりとか SNS 出したりとかして自分の職場が荒らされていると、同じ教員によって荒らされているって、もっと怒りの声を上げていかないといけないの。全く怒りの声上がってこないですよね。そういうふうな善人の沈黙っていうのがもうね、この業界を終わらせていると思うんですよ。
学校の先生ね、言いたいことを言わせてもらいましたけども、でもそういう気持ちでお父さんお母さんは子供をね、あなたのところに預けてるんですよ。で、ぜひね、その期待に応えていただきたいと。そのために税金で食ってるわけでしょ、公務員さんっていうのは、教員っていうのは職業の一つじゃないですからね。もうすでに、まああれですよ、高級官僚と同じ立場ですよ。全てが国民の厳しい目にさらされてると思ってね、で一生涯かけて責任を取ると、それこそね、上級国民って呼ばれている、そんな日も近いと思いますよ。で、学校の先生は結局何やっても忘れられるね、許されるねと、泣き寝入りするのは私たち下級国民だけだねってことですね。で、学校の先生に言えるのはまだあります。それは企業経験がないことなんですよ。ほとんどの学校の先生は教員免許取ったらそのまま学校入るでしょ。で、企業経験がないわけですよ。なのに大部分の生徒は企業で働くことを将来的に目指すわけですよね。まともな教育できると思ってるのかと思いますよね。もちろん学校っていう組織も企業の一つなんだっていうふうに捉えるやり方もあるでしょ。でもその考えはかなり甘いですね。企業っていうのは業績によっては倒産するわけですよ。学校っていうのは倒産ないですからね。まあ廃校っていうのがあるよって言われればそうなんですけども、まあいろいろとね、やっていかないといけない課題があるんじゃないかなと思います。あと部活もちゃんと断ることですよね。部活は学校の先生がやるもんではなくて、地域からコーチを誘致しないといけないと思いますよ。専門家が教えていくとかね。さもないと運動中に水を飲むなみたいなおかしなね、そんな教育がずっとあったわけですから。休憩をするなとかね、めちゃくちゃですよね。だからね、だからそういうのも今ほとんどの人が忘れてますけども、昔はそんなことあったねじゃなくて、これはね、教員っていう、こういった組織が作り出した悪しき慣習だったわけですよ。だからそれはね、言われもなく今の教員が責められても仕方がないと思いますよ。そこはそこはもう改革を起こしていかないと。教育っていうのは自分たちの失敗が、将来ね、全然関係ない新任で入ってきた先生も苛まれることになるっていうふうな責任を負いながらやっていくとかね、非常に厳しいことを言いますけども、これ一般企業と比べるとしたら、例えばね、ある特定の企業があるとしますよね。三菱なら三菱でいいですよ。三菱って会社が昔起こした不祥事で今役員に就いた方が自分の責任でもないのに責められる、組織として責められるわけなんですよ。それは永遠とあるわけですから。で、学校っていう組織も自分のいた時代じゃないんで知りませんではなくって、過去の負の遺産もプラスの遺産も受け継いで、やっていくっていうことを、やっぱこれはね、企業感覚がないと理解できないと思いますけども、その会社の昔を犯したいい歴史も悪い歴史も背負っていくってことなんですよね、そこに入るってことは。だから教員が嫌われてると思ったら、そういった嫌われてるものも新しくその職に就くときにね、相続しなければならないってことも覚悟することだと思いますし、教員っていうのは先生っていう立場でいろんな恩恵も受けるし尊敬もあるだろうと。でも期待もあるし、その分だけ求められる基準が高いってこともいろいろ覚悟しないといけないところがあるんじゃないかなと思うんですよ。これだとね、いい先生はどんどん辞めていって、いてもしょうがない人ばっかりが長続きするみたいな、そんなことになっちゃうんじゃないかなと思いますよね。まさにね、官僚王国になっちゃいますよ。ということで今回はね、あまりにも性犯罪が多い、なんですかね、教育現場についてちょっと切り込んでみましたけども、私もね、知り合いに先生がいるんでね、何人もね、なんかお前にも言ってんだぞって気持ちですよ、これは。以上です。